ワールドカップで、本田さんのビッグセーブの連発というか、はい。ドイツ戦、スペイン戦、本当すごいと思ってて。ありがとうございまあ、いや、す。本当。で、あれってもう本当に、僕は、キーパーってビッグセーブとか乗ってるって言われるんですけど、僕は偶然の産物じゃないと思ったんですああ、ありがたいです、それは。よ。はい。なんで、ああいうセーブをするために準備してきたこととはい。か、あれをできた理由みたいなのを自己分析でお伺いしたいんですよね。もう簡単っす。ここでできることしか試合でできないと思ってます。ああ、練習ですはい。か。もう本当に、それは、僕も基本そのメンタリティで、今日もね、この後2部練あるんですけど、それも別に変な話、まあやんないメンバーいるんでやんなくてもいいんですけど、でもここでやっぱやったことしかゲームでは出せないんですよね。今、じゃあ次のワールドカップに向けて、じゃあ自分自身も今 J2 ですけど、入ろうって思った時に、じゃあ今試合出てるまあザイオンだったりとか、まあそういう選手っていうのは、やっぱ、僕の中でやっぱビルドアップ能力がすごく長けてるなって思うので、やっぱここのチームでは正直あんまり求められてないんですよ。ただ本当そこの選手たちとじゃあ対等にというかもっと上を目指すためには、やっぱそこの能力を上げなきゃいけないと思って、ってなった時にここでやるしかないんですよね。そうですね。はい。で、じゃあワールドカップの時もそうで、J1 でまあ順位も悪くて、なかなか難しいシーズンでしたけど、ただ、じゃあここでやっぱ普段練習をしっかりしてなかったら、やっぱりじゃあ普段のリーグ戦もそうだし、じゃあワールドカップだから急に上手くなるわけじゃそうないですね。し、日本代表の日本を来たから何かエネルギーが湧いてくる、だからそういうなんか気持ち的なとか言う人いますけど、僕はやっぱそれって、架空の自信であって、もう実際にこう自分がやってきたことしかやっぱスタジアムでは出せなくて、僕がじゃあゴールキックを60メートルしか飛ばせなかったら、それが限界なんですよ、ここそうで。ですよね。エデルソンみたいにいきなり80メートル蹴れないですよ。っていうのが、自分の中では大事にしてるので、だからワールドカップでも、変なことをしないっていうところ、まずは自分のできる、自分の止めれるところっていうところだけは、とにかく大事にはして臨んでましたね。シュートのセービングの時に、キャッチされる時と、弾く時があると思うんですけど、こう、権田選手のプレーとか見てて、今、キャッチできそうなボールだったけど、なんで弾いたんだろうとか、他の選手だったら弾いて簡単に処理するのに、1個上のキャッチっていうチャレンジして、しっかり収めたなみたいなプレーをよく見るんですけど、そこのキャッチと弾くプレーの使い分けの判断みたいなところって、どういうところでこの使い分けてるのかなっていうのをちょっとお聞きしたくて。まずはもう大前提として、理想は全部キャッチっす。まず大前提として。なぜかというと、キャッチすることで相手の攻撃が終わって自分たちの攻撃を始めれるので、大前提は100%キャッチできるボールはキャッチできるのが理想です。ただ、結局じゃあボールが自分に向かってくるときに、そのボールだけじゃなくて、その周りのなんとなく選手の動きとかっていうのが、こう、まあ間接視野というか、なんていうんですかね、こう、ちょっと残像でパッてあるじゃないですか。その状況で、じゃあ今キャッチを選択して、結局失点しないことが一番大事なので、キャッチをすることよりも、まずは失点しないことが大事って考えたときに、そのいろんなものが視野にこう、ファって入った中で、このボールを、じゃあ、キャッチをもしミスしたときに、僕、多分見られても思うと思うんですけど、キャッチミスして、それ失点するってほぼないんですよね。それが一番自分の中で一番のミスだと思っていて、だったらもう弾いてしまって、その相手が、詰められないところに弾く方がいいんじゃないかっていうのが自分の考えであるので、もうとにかくそのキャッチを選択して、もしミスした時に、当然ミスしないようなテクニックっていうのも大事なんですけど、もしっていうのを常に最悪を考えた時に、このキャッチをミスしたら失点につながる可能性が高いんだったら、もうそこは迷わず、一発で打たれない位置に弾きます。で、打たれても角度がない位置だったりとか、自分が次止めれる可能性がある位置に弾くような判断をします。で、逆に、まあ、ミドルシュートとかで相手が詰めてきてないとか、こう、その間接視野の中に入ってるものが、もし自分がそのキャッチをミスしたとしても、詰められる心配がないなっていう時は、それはもうそれで弾いてコーナーに逃げて、もう一回攻められるよりはキャッチした方がいいんで、キャッチを選択しますね。はい。いや、なんかやっぱスペイン戦の、オルモ選手との1対1はい、はい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 。キャッチされたのすごい印象的で、でもその前のドイツ戦でも4連続セーブだったりとかっていう、でもそのドイツ戦でのニャブリ選手のそのシュートとかも、なんかキャッチできたんじゃないかってテレビの前でも思ったりしたんで、ちょっと今そういう話を聞けてすごい勉強になりました。それで言うと、僕の中でやっぱドイツ戦は、あ、まだまだだな自分って思ったのは、ドイツ戦僕はキャッチできるって思ったシーンが、特にじゃあよく言われてる、じゃあその4個止めたやつも2本目キャッチできたんですよ、絶対。だからやっぱその感覚を今こうやって、まあ言葉にはできましたけど、それってやっぱあの場では
できることができなかったんですよね。だそこが自分の中ではまだまだ、まだまだだなって思うところで、でそれ以外もあの試合って、客観視した時にはキャッチに行って大丈夫だったなっていうシーンがあと2シーンあったんですよ、実は。だそういうシーンっていうのを自分の中では、こうすごく、ああやってね、活躍したって言ってもらえて、でも、やっぱり満足はできないし、で、そういうのがやっぱあの試合であったんで、まあ、スペイン戦なんかは、もうそれまでのやっぱ練習とか、まあ、すごい時間短いですけど、やっぱキャッチするところのその精度だったりとか、あとはしっかりその、言ったらワールドカップって大きな舞台なんで、ボールにこう注視しがちなんですけど、ちょっとこう、一歩引いて、周りを見るような目とかっていうのは、やっぱ意識を持たないと、やっぱ、まだ自分はこう見て、あの場でもこう見ても、それが、自分がしっかりキャッチ、弾くの判断ができるレベルではなかったので、だから個人的にはまあ、だからこのね、今、次のワールドカップでのこの期間っていうのは、そこの部分も、まあ当然ね、リーグは、ね、トップのレベルじゃないかもしれないですけど、でもシュートが来るのは変わらないですし、普段練習でここでやることっていうのは変わらないので、そこの精度っていうのは、上げる努力は自分ではしてるつもりではありますね。